オーリヒか。魔法都市オイサーストまでの中継地点だね。本当に長い道のりですね。おい、そこのお前。なんだ？何？何なの？いい体だ。容姿も悪くない。なんなの？オルデン教、こういうのは困ります。私を知っているのか？あなたの祖父も強引な人だった。私のパーティーの前衛です。シュタルク、お前と話すにはママの許可が必要なのか？行くよ、シュタルク。フリーレン様。手持ちのロギンだってさ。長男のビルト、私の跡継ぎにしてこの町の英雄だ。シュタルク様に似ていますね。一月前に魔族との大きな戦いがあってな。その時にビルトが戦死した。ビルトの死を知っているのはそこにいるガーベルと一部の腹心だけだ。消耗した兵力を立て直すまで士気を下げるわけにはいかん。3ヶ月後にそこでビルトの健在を示す。1年は3食おやつ付きで生活できますよ。魔導書もつけて。シュタルク様、ロギンのためです。悲しい。ガーベル、シュタルクに作法を叩き込め。地獄だぜ。どうかな？似合ってない。ひどい。オルデン教、父上と呼べといつも言っているだろう。息子が死んでからまだ2ヶ月も経っていないんだろ。私は息子の遺言に従っているだけだ。だがこれも息子の意思だ。付き合ってもらうぞ。不器用すぎるぜあんた。ムルト、もっと背筋を伸ばせ。はい、父上。剣技の腕は姿勢に出るからな。お前にオルデン家の剣技を教えてやる。ここはお前の故郷の村じゃない。オルデン教はムルトのことどう思っているんだ？だが努力家だ。あいつはいつか私よりも強い騎士になる。私も作法の練習をするんですか？年頃の男子が一人で行くことなどあり得ると思うのか？頑張ってね。ここ1ヶ月地獄でした。ロギンのためだろ。すみませんでした。せっかく練習したんだしさ、踊ろうぜ。本当に似合っていませんね。俺たちも踊るか？ケーキ食べる、うん、この怪我さえなければビルトも死なずに済んだのかもな。ガーベル、フリーレンに報酬を渡してきてくれ。シュタルク、お前の戦士としての力量は素晴らしいものだ。俺はあんたの息子の代わりじゃないぜ。クレ地方の戦士の村は魔族に滅ぼされた。息子とは喧嘩別れだった。お前の顔なんて二度と見たくないと心にもない言葉だった。俺も心にもない言葉を言っちまったんだ、育ての親にさ。だから旅の土産話をたっぷりと持って帰らねえとダメなんだ。そうか。報酬の魔導書どれにしよう。フリーレン様、もう半日になりますよ。どうした？いや、少なくとも後継ぎには困らなそうだ。